金作る方法はいくらでもあるやろ。よし、はい、お母さんいねえのか。いません。いるじゃねえか、こら、開けろ。いるけどいません。いや、お前ぶちぶち。ああ、あ、扉が開かない。今かけさせやがって、お前。借りた金返せ、おら。あ、いや、返せと言われましてもですね。期限はいつまでだと思ってんだよ。来年でしょ。お前、アホじゃねえか。お前、海外飛ばしてるの保険かけて沈めるぞ、お前。海外旅行行ってスキューバダイビングできるんですか？なめてんのかよ、こら。さあ、そろそろさ、うち明け渡してくれないかな。ね？何回も言ってるんですけど、それは。できませんじゃなくてさ、なんていうの、交渉の余地っていうのはねえのかよ。だから何回も言ってるようにありません。あんたさ、そうやっていつも邪気にするけどさ、俺らのこと何だと思ってんの。地上げ屋さん。地上げ屋さんっていう職業ないんだよ。いいか、ヤクザな。あれ、それって脅しですか？最近知ってます？逮捕法があってさ、そういう脅し文句って捕まっちゃうんじゃないんでしたっけ？いいよ。まあ、露骨には脅してないだろ、今。自分の職業をこう名乗っただけじゃねえ。職業でヤクザっていうのはないでしょ。だってこんなこと言われたら、だってこっち怖くなっちゃってさ、ああ、分かりました、じゃあ店はさ明け渡しますって言っちゃうじゃないですか。なんかすごいな、本当に。だからなんていうの、そういう感じの交渉でさ、こうほら明け渡してもらえたら、こう、それを脅して店を出ていけって言ってるんでしょ。ほら、やっぱりね、私たちの生活だから、こんなね、200万みたいな金でね、立ち退けって言われたって大差ですからってわけにいかないじゃないですか。うん、違いますか？分かったよ、じゃあ250万出すよ。それ変わんないでしょ、50万ぐらい。250万あれはもう大きいじゃん。ちょっと、ヤクザ屋さん。はい。あんたヤクザでしょ。はい。ヤクザだったらさ、これで出ていけって変わって2000万ぐらい置けないの。2000万置いてくれるんだったら出てってもいいよ。2000万っつったってね、そんな簡単にこう右から左に動く気になるじゃないだろう。だってあんたヤクザでしょ。うん、ヤクザ。ヤクザってさ、ね、私たちから見るとさ、すごい高級車に乗りましてさ、いい女両手にはべらしてさ、いつも飲み屋で満札切ってるんじゃないの？違うの？俺らは何ていうの、上は上があるんだ。ああ、分かった。あんたなんか顔見ててもやっぱりそうもないもんね。よく言う、このおい、お前、はいって物買いに行くヤクザ屋さん。そのヤクザ屋さんかもしれない。ああ、じゃあそんなヤクザ屋さんがうちに立ち退けって言いに来るってことは、うちはやっぱりそれだけ相手にされてないんだ。じゃあ出てかないよ、絶対出てかないよ。いや、出てってよ。やっぱりさ、ちゃんと出ててほしいんだったらさ、それなりにさ、偉い人連れてきてさ、ほら、会社だったら部長とか係長とか出てくるじゃない。ヤクザの世界でもいるでしょ、そういう人。そういう人が来てさ、バーン2000万ね、これで払うから出てってくれって言ったら、俺は出ていくよ、喜んで。っていうかさ、だって何が言いたい、ちょっとあんたはっきりしゃべってよ、毎回来るたびと思ってさ、ごめんなさいってさ、謝ればいいの？いや、ほんとごめんなさい。ほら、感じないの、誠意が感じないな。すいませんでした。うん、まあいいや、許してやるからさ、次に来る時はさ、頼むからさ、ちゃんと仕事ができる人連れてきてくれないかな。あんたじゃ話にならないからさ、悪いけどタバコ買ってきてくんない？はいはいはい。